皆さんこんにちは。市場にはいろんなスピーカーケーブルがあります。動体の純度や表皮効果が音に影響すると言われてますが、実際どうなのでしょう。今回はスピーカーケーブルを詳しく見ていきます。これまでの動画でアンプのダンピングファクターが音に影響することをご説明してきました。スピーカーケーブルはこのダンピングファクターに影響する要因の一つです。ダンピングファクターは次のような式で表されます。ダンピングファクターが変わると音はどうなるのでしょう。この図はダンピングファクターを変えた時の周波数特性の変化です。スピーカーには F0 という共振点があります。この共振点で振幅が増えて音が膨らみますが、アンプがこれを抑え込んでいます。この抑え込む力を出しているのが減衰、つまりダンピングで、これを数字で表したものがダンピングファクターです。ダンピングファクターが小さくなると、この抑え込む力が減るので、図のように共振点の音が膨らみます。これがダンピングファクターで音が変わる理由です。結局、ケーブルを変えると音が変わることになりますが、それはケーブルが音色を持っているわけではありません。ケーブルの抵抗によってアンプのダンピングファクターが変わって、それによってスピーカーの特性が変わった結果です。ダンピングファクターに注目したケーブル選びの指針は次の通りです。1メートル1スケアにすると、ほとんどのアンプで Q の上昇を 3% 以下にできます。つまりケーブルによる音の変化を無視できます。スピーカーケーブルを作っているカナレの基準は3メートル1スケアです。6メートルなら2スケア、9メートルなら3スケアのケーブルを用意します。これでスピーカーを設計通りに鳴らすことができます。ケーブルに静電容量があると高周波の信号が減衰します。磁界の中でケーブルが動くと電流が流れます。電界の中にケーブルを置くとノイズが乗ります。表皮効果が起きるとケーブルの表面しか電流が流れません。これらの話はどれも事実ですが、スピーカーケーブルには当てはまりません。その理由はオーディオ信号が低周波だということと、アンプの出力インピーダンスが低いためです。こういうことが問題になるのは、一般的な使い方から外れた特殊なケースです。純度の高いケーブルを使えば、流れる信号の純度も高くなるって思うかもしれないですね。信号の純度を汚す要因というと、ノイズくらいですが、純度の高いケーブルを使うことでノイズが減るでしょうか。純度の高い導線には価値があります。それは物としての価値であって、そこを通る信号の純度には何も関係ありません。これはアンプの出力回路の例です。市販のアンプには大抵このようなものが入っています。これはユーザーが何をつないでもアンプが壊れないようにするための回路です。回路に見える静電容量や抵抗はケーブルのそれよりはるかに大きいです。こういう素子の存在を考えると、
導線の静電容量とか純度にこだわっても意味ないことがわかります。ツイストやスターカットはノイズに影響します。入るノイズと出るノイズの両方に効果がありますが、スピーカーケーブルの場合は外に出るノイズを下げる効果がメインになります。これはコンサートホールや録音スタジオなんかでマイクのケーブルがスピーカーケーブルの近くに来る場合に問題になるようです。スピーカーケーブルから出たノイズをマイクのケーブルが拾ってしまうんですね。カナレのスピーカーケーブルはそういうトラブルを防ぐためにスターカットになってますが、ホームオーディオでは普通の平行ビニール線で十分です。オーディオ用に売られているケーブルには非常に高価なものがあります。見ると立派な外観と作りをしています。趣味のオーディオでは見た目や物の価値にこだわるのもいいでしょう。 99.999% の純度とか、これはこれで物として価値の高いものです。見た目の釣り合いも大切です。高価なアンプとスピーカーの接続にはそれに見合った外観のケーブルを使うのが適当でしょう。この場合お金を出すのは見た目や物の作りに対してです。音については同じ太さの安い平行ビニール線と何も変わらないことにご注意ください。実際の商品を見てみましょう。これはメーター100円くらいの商品です。重要なのは太さです。16ゲージって書いてますね。これは断面積のことで、 AWG つまりアメリカンワイヤーゲージのことです。AWG とスケアの関係は次のようです。メートルの数字はケーブルの最大長さです。この商品は16ゲージですから 3.9 メートル以内で使えば問題ないってことになります。通常はこれで十分でしょう。高級品を見ていきます。1.5 スケアからありますね。太さ的には十分ですが、色とツヤが問題です。高級コンポの接続ではこちらのような落ち着いた暗い色がいいと思います。単線は一度設置したら動かさない用途に適しています。スピーカーケーブルでは寄り線がいいでしょう。このラインナップで選ぶとしたらこれになりますが、ちょっと値段が高いですね。黒の艶消しで似たような外観のケーブルは他にもあります。これなんかどうでしょう。4S6 は1スケアですから3メートル以内なら 4S6。それ以上伸ばして使う場合は 4S8 で十分です。こちらはホームセンターから買ってきたキャブタイヤケーブルですが、艶があって安っぽく見えます。カナレの商品は結構人気があるようです。それは値段、性能、見た目のバランスがいいためでしょう。裸のケーブルをそのまま使うといろんな問題が起こります。その一つに、しっかり締めたはずのナットが回ることがあります。これはケーブルが締め付けの力に負けて潰れてしまうためです。このようなソルダーレスの端子でも同じことが起こります。この問題は圧着端子をつけるかバナナプラグをハンダ付けすることで改善します。
プッシュ式の端子にはメッキされたケーブルがおすすめです。こちらの商品は鈴メッキされてますから低い接触抵抗を維持できます。スピーカーケーブルは次の点に気をつけて選べば十分です。1は音に関係し、2は性能の安定に関係します。スピーカーケーブルというのは結局のところアンプとスピーカーをつなぐ電線に過ぎません。音に関係する違いは抵抗と見た目だけです。ケーブルには音色の違いがあって、高価なケーブルを使えば音が良くなるとか、そういうことはあまり考えない方がいいように思います。ご視聴ありがとうございました。